どうもシャーペンです。今回は前回のモンストニュースにてモンパ9が発表されまして、今年はモンパ帰ってきましたね。割とこのタイミングでイベントするのは久々ですし、まあモンストっていうのは下半期がねモンドリ周年年末年始と盛り上がることが多いんで、それと比較すると上半期ってイベント少なめなんですけども、今回はやってくれるということでありがたいですね。ということでこの動画では、まあこの時期に開催されて過去のイベントとか簡単に振り返りながら、このモンパ9がどのようなものになるのかっていうのをまあ事前解説といいますか、まあちょっとまだこれ分かってないこともあるんで確定ではないんですけども、まあ予想も交えつつやっていこうかなと思います。ということでご覧ください。まずはそもそもモンパって何ってことなんですけども、これ以前開催されたイベントがありまして、この2月頃はモンストの公式 YouTube チャンネルの周年記念イベントが開催される時期でありまして、大なり小なり何かしらやってるんですけども、6周年で開催されたのがこのモンパでありまして、様々なコーナーとかが行われたっていう。で前回は2021年だったので、今年は約3年ぶりのモンパの開催となっております。でさらにこのモンパ6はオンライン開催だったんですけども、今年は初のオフラインイベントとして大阪での開催が2月の11日の日曜日から決定いたしましたと。大阪でのイベント開催っていうの珍しいんですけども、ちなみにそのモンストフリーク2020、これはそもそもオリンピックの影響で幕張メッセが使えなかったので、通常通りオフラインイベントとしての開催だったら大阪でやる予定だったらしいですね。ただちょっとあの病気の影響でオンラインになっちゃったんですけども、でも前々から大阪でのオフラインイベントの開催は予定されていたらしいんで、ついに実現するという感じですかね。でそして今のところは一部のフロアコンテンツとステージコンテンツが発表されておりまして、まあ、ちょっとこの中で気になったのはこのガチャショータイムですかね。ステージ上で音楽に合わせて出演者の方がガチャ引いてくれるよっていう、まあ、すげえ雰囲気が良さそうですけども、それとかステージコンテンツではオールストライカー感謝祭っていう、まあ、どっかで聞いたことあるあれですけども、これは出演者の方はもちろんのこと、会場の人もこのチームになるらしいんで、まあ、より一層一体感のあるものになってんじゃないかなと思われます。でその他にもステージがあるらしくて、その詳細は後日公開予定となっております。で現在すでにチケットの抽選申し込みの受付が始まっていますので、まあ、現地に参加したいという方はまあこの貴重な大阪での開催となっておりますので、モンストチケットの販売サイトから応募してみてはいかがでしょうか。でそしてさらに前回のモンパの6では最後に特別モンストニュースも放送されておりましたと。ということで簡単に振り返っていくんですけど、まずモンパ6のモンストニュースで発表されたのがカーリーの獣神化回とアザゼルの獣神化ですね。限定キャラではないにしても両方とも通常キャラクターの中で知名度があって割と人気どころって印象がありましたね。ただ性能面でいうと2人ともその加速友情をはじめとした長生き系の性能だったので、その発表段階のインパクトっていう点ではイベントで発表するキャラクターにしては難しいんじゃないかなと当時思ってましたね。でそしてアップデートに関しても一つの革命といえる守護獣の発表ですね。当時はもう実質クエストにも5体目のキャラクター持っていけるぐらいの感じでしたけども、なんやかんやこれによってまあクエストの広がりって見えてますね。ただちょっと未だに改善してほしい点があるってのはありますけども。でそしてモンパ6のモンストニュースで最後に発表されたのがワールドトリガーコラボの開催決定でありまして、これもそのモンストやってる年齢層だったり、あとワートリがそんなにソシャゲコラボしないってのもあったりしたのもあってか、これも発表段階では若干賛否両論って感じがあったんですけど、やっぱこれは始まってみるとすごかったですね。ワートリを知らずともコラボの内容で楽しむことができて、もうワートリキャラクターがちょっと気になっていって作品を見るきっかけに入るっていう、で逆にワートリ好きな人はこのモンストにハマるきっかけになったんじゃないかなと思ったんで、結構歴代でもトップクラスのウィンウィンなコラボといいますか、モンスト側ワートリ側双方にメリットがあったコラボだったんではないかなと思いましたね。という内容のモンストニュースが前回のモンパ6で発表されたんですけども、さらに1年遡ってチャンネル5周年記念ですね。ここでもモンパではなかったんですけども特別イベント開催されておりまして、まあ、これはモンデパでしたね。モンスターストライクでパーティーで、しかもこれはチャンネル5周年に加えて100万記念っていうのも兼ねておりまして、まあ、より豪華なものとなってましたね。このイベントの内容はもちろんのことストライカーズコレクションみたいなゲーム内イベントっていうのもいくつかあったんですけども、でそしてこのイベントの最後に発表されたモンストニュースでは、まずもう当時は数ヶ月前に実装されたばっかりの獣神回となるワールド回、これで5、6体目の回でしたかね。まだまだ珍しい存在だったものに加えて、まあ、獣神化は限定キャラクターの魅力っていう、もうこの段階で結構驚くべきことというか、もう性能としてもインパクトあったと思うんですけども、最後に発表されたのがなんと、まさかの鬼滅の刃コラボでありまして、この2020年2月の段階でコラボ実現したってのもあまりにもすごすぎましたね。この辺からモンストのコラボの嗅覚ってのがやばいなってことを実感した瞬間ですね。このモンストニュースは約15分ってすごい短いものだったんですけども、情報密度で言ったらもう歴代トップクラスだったんではないかなと思いますね。で、あと当時はこのモンストニュースそう最後にここからは無観客での開催というかオンライン開催とかになっていったんで、その点でも有観客で歓声が上がるモンストニュースとして、まあ、思い出に残ってるって方は多いんじゃないかなと思いますね。ということでこの時期のモンストニュースはモンパに加えて、まあ、その前のイベントでの特別モンストニュースもあったんですけども、じゃあここ最近はどうだったのかということで、実際2022年と2023年は特別イベントモンパとかモンデ
パのようなものは開催されてないんですけども、その代わりに3月にコラボ発表と同時に特別モンストニュースが行われております。まず2022年は号外モンストニュースで鬼滅の刃コラボ第2弾が発表されておりまして、で詳細の発表は次回のモンストニュースでってなっていたんですけど、すでにこのサムネが用意されていて、でロゴも金色っていう、まあ、ちなみにさっき紹介した鬼滅コラボ第1弾発表されたニュースもロゴ金色だったんですけども、それを思い出すかのようなもうすでに豪華な雰囲気っていうのを醸し出していましたね。でそして予告通りコラボの詳細発表された後に、まあ、いつも通り通常キャラクターのジュリエットの回発表されたんですけども、まあ、さらにその後PV が入りまして、まあ、なんと限定キャラクターのチンギスさんの回が発表されたっていう、まあ、突然発表したなと思ったんですけども、まあ、しかもその後に最後発表されたのがシャーロック・ホームズの獣神化でありまして、唐突にここで限定キャラクターが動くっていう、ね、でホームズに関してはもうニュース発表時点での衝撃、まあ、よくカタログスペックって言いますけども、あの段階でわかるヤバさ衝撃は、まあ、あれもフラパ執念クラスでしたね。強さを実感しやすいという点で言ったら、まあ、この点も豪華なところだったなと思いますね。でそして2023年はモンストニュースの前日に、まあ、いつものように放送の告知が入ったんですけども、まあ、そのサムネのロゴがおかしいっていう、そういった演出が発生しまして、前日というだけあってもすごい勢いで予想がされていたんですけども、でその結果発表されたのが転生したらセノラタケンコラボだったっていう。でそして流れとして同じくコラボの詳細発表した後に通常キャラクターのダイヤモンド回が発表されて、でその後 PV まだあります。でそこでは信長回と限定キャラクターの信長 X の回が発表されていた。あれこの流れはどっから見覚えあるなと思ったら、本当に最後に発表されたのが限定キャラクターのまほろばの獣神化ということで、2022年と2023年はコラボの詳細を発表して通常キャラクターの獣神化回で、その後 PV 流れて限定キャラクターの獣神化回、最後に限定キャラクターの獣神化っていう枠組みはもう全く一緒でしたね。ということでこの時期は特別イベントの有無に関係なく、まあ、コラボと限定獣神化とか同時に発表する、まあ、豪華なモンストニュースが放送されているっていうのは決まってることと言ってもおかしくないんじゃないかなと思いますね。もっと遡っても2019年は2月にワルプルの獣神化と遊戯王コラボの発表を同時にしているんで、まあ多分こんな感じのモンストニュースが今年、まあ、そろそろ来るんではないかと思っていたら、今年は特別イベントのモンパナインスが発表されたっていう。まあただ注意点なんですけど、今のところモンストニュースの告知はされていませんと、まあ、特別なモンストニュースは違う段階、まあそれこそここ2年のような感じで3月にやるって可能性も秘めているんですけども、まあただ前回のモンパ6ではモンストニュースの存在は後日に告知されておりまして、他のイベントというか例えば昨年のモンスト春祭りとかは3月の末頃にイベントの存在発表されていたと思うんですけども、まあ、モンストニュースの告知はその後の、まあ、イベント開始ちょっと前ぐらいだったので、モンストニュースの存在は後から発表されるってことが多いんですよね。でまあタイミングとしても正直2月11日っていうもう絶好のタイミング、まあ2月の後半のイベントを発表するところで言ったら、まあ何かしらやる可能性ってのは高いんじゃないかなと思ってますね。でじゃあそこで仮にモンストニュースがあるとします、で何が発表されるんだろうってことですけども、まあ、まず一旦限定キャラクターの、まあ、回ですからね。本命候補としても順当に古いところのこの4体になってくるんですけども、ナイチンゲール、ノア、ロビンフット、ノストラダムスと、まあただ水属性に関してはもうミロクとアナスタシアが来たばっかりなんで、まあそこでトントンと水属性来ることはないんじゃないかということから、まあ、ナイチン、ロビンに絞られて、まあ、ちょっとナイチンゲールも遅れてるんでね、まあ、これはちょっとタイミング合わせてる感というか、そんな感じもするんで、まあ、ナイチンゲール回がやっぱり頭一つ抜けてんじゃないかなと思いますね。あ、でも一気に予想を狂った影響といったらアナスタシアでありまして、あのキャラクター2021年8月ってかなり新しめだったんですけど、そこが下となるともうね、まあ、その周辺のキャラクターの、まあ、おにゃんこぽんバサラ、まあ、なんならエビスあたりも行きますからね。まあ、あと鳥獣で言ったらカノンもそうですけども、なんなら新天使組も候補に入ってきたっていう、まだわかんないですけどね、まあ、水属性に関しては進んでるんで、単純に結構この釣りの限定キャラクター発表されるニュースってのは方向性が分かりそうですね。でそして仮にコラボ発表があるとしたらというか、まあ、イベントで発表されてる、まあ、モンデパでは鬼滅の刃、モンパではワートリっていう、まあ、両方とも結構まさかの作品というか、しかもやっぱり過去の傾向からオフラインイベントっていうのもあって、まあ、歓声が上がりやすいって言ったらもう新規作品が予想しやすいんですけども、ただこれも昨年のオフラインイベントであるモンスト春祭りでは進撃の巨人コラボの第2弾が発表されておりまして、まあ、新規ではない可能性っていうのを十分秘めているんで、結論を言いますと分かりません。まずそもそもモンストニュースがあるかどうかも分からない。で内容ちょっと今回結構ねこれからの方向性決まるって感じがあるんで、まっさらな気持ちで見るっていうのが一番いいんじゃないかなと思っております。ということでこの時期は特別なモンストニュースが放送されること多いんですけども、今年はモンパナインスって、まあ、絶好なイベントが開催されるそうなので、まあ、まだ確定ではないですけども、モンストニュースあるかもしれません。であるとしたら結構面白いものにあるかもしれないんで、ぜひ会場に行ける人はもちろんのこと、おそらくまた YouTube ライブあると思うんで楽しみにしてみてはいかがでしょうか。よかったらコメント欄、神谷さんの、まあ、期待してることとかありましたらどんどん書いていただけると嬉しいです。あと全員チャンネル登録していただけると、こんな感じで動画投稿頑張っていくんで、よかったら教えていただけるとモチベーションされますんで、よろしくお願いします。今後もぜひではご視聴ありがとうございました。さよなら。